C ジャムブルースはジャズ演奏者にとって即興演奏の技術を発揮する手段であり、楽しいが聴衆にとってはあまり楽しめない曲の一つで、ニューオーリンズ出身のクラリネット奏者、バーニー・ビガードが作曲し、デューク・エリントンがアレンジしました。この曲は、1941年の映画、ジャムセッションで初めて披露されました。共同作曲者のバーニー・ビガードはエリントン楽団を離れた後もこの曲を演奏し続け、1950年代後半には非常にシンプルな歌詞が追加されました。しかし、この歌詞を作るために3人のチームが必要でした。C ジャムブルースの音楽分析は以下の通りです。原曲のキー、C メジャー、他に何があるでしょうか。形式、12小節のブルース、調整、全曲メジャー調動き、スケールの5度を繰り返し、シンコペーションされたパターンで演奏し、最後に主音に飛躍する単一のリフ。エリントン楽団のメンバーによってその場で即興で演奏された可能性が非常に高い、もう一つの、作曲、です。即興スキルを披露するためのジャズ楽器演奏家のための乗り物、として基本的に機能し、プレイヤーにとっては聴衆よりもはるかに楽しい曲の一つです。以下は、レッド・ガーランドの演奏でポール・チェンバースがベースを担当しているバージョンのコピーを聴かせます。この曲のテーマはあまりにも有名すぎるので、省略します。ご視聴いただきありがとうございました。もしブルースやジャズブルースについて詳しく知りたい場合は、オーディブルの音楽理論の成り行きを聞いてみてください。この動画が役に立った場合は、チャンネル登録や高評価、コメントなどいただけると嬉しいです。